御領所は、天皇及び幕府などの、いわゆる、皇義と称される、公権力が直接支配した土地である。領所、両、御領、領地、御領地等とも呼ばれる。家臣に与えられた所領に対する概念でもある。なお、日保寺所においては、大いに付属する領地、すなわち、国王の私有の領地や土地と定義している。守護大名や戦国大名の蔵入地や、 江戸幕府の抗議御領も御領所の一種である。また、天皇の御領地を特に金利御領あるいは皇室御領と称する場合もある。なお、実際には、家臣などを代官として支配、経営させている場合も多く、実態としては、朝廷や幕府を本所や本家あるいは両家とした荘園に近い形態であったとも考えられている。室町幕府も50箇所、 近いご両所を保持して、直進の方向集、武行集を大官として派遣して収めさせていたが、戦乱が相次いだことで経営は不安定だった。足利氏が鎌倉幕府に認められていた所領35箇所及び、県務政権下で鎌倉幕府倒幕の恩賞として授けられた45箇所が、久保御両の元となったが、足利義満、義持の頃まで幕府に残されていたのは、 ゲ谷国足利カガなど少数であった。その一方で、幕府成立後の獲得分も存在し、記録上登場する久保五両は延べ200箇所に上るが、一時的な支配地も相当数含まれていた。そのため次第に、京都の商工業から上がる税収に依存するようになる。納めゼニ方を両所と呼称したのも、その繁栄であったとされる。また、 山城国守護職を幕府の侍所諸士などの養殖者にずつがって短期間で交代させることで守護両国政の形成を阻止するとともにその経済的特分の一部を確保していた。ただし、御領所には足利将軍家の近親や守護やその関係者に預けられるケースもあり、御領所の中には大規模、高収入な所領がかなり多く、 通説よりも高く評価すべきだという説もある。中世戦国期における毛利氏の場合、岩見銀山を名目上金利五料とすることで、時の政権の干渉を免れていたようである。桑山。内訳は室町幕府五料所一覧を参照。山田。ありがとうございます。